この間僕は右組み で左に入る技なんですが、入るタイミングとしては相手の肘が曲がっていると絶対に入れません。なので相手の肘が伸びた瞬間に入るのが入るタイミングです。で、どうしても袖釣りなので、どうしても袖を上に釣り上げようっていう意識が働くんですけど、やっぱ上に上げようとするとがっちり持たれてやっぱり上がらないのがよくあるので、ちょっと僕はこの引き手のあんまりこうわしづかみにたくさん掴むんじゃなくて、あんまり掴まないで少しこう遊びの部分をうまく使いながら自分の手首を返してこの拳を突き出すようにして、で持ってる手とこの拳の作用でこの手首を、相手の持ってる手首を、釣り手を持ってる手首を決めるようにして、でこのまま横にずらしていきます。この遊びの部分をうまく使いながら拳を立てて、で横にずらしながら、でこの空いてるスペースに腰を入れていきます。で腰を入れる際もなかなか腰が入りにくいので、これだと簡単に防がれてしまいますので、入る腰もできれば大きく、ちょうど相手に対して直角になるぐらいに入れば相手も一歩踏み出して逃げれないので、あとはこのまま決めて投げます。こうやって相四つで奥襟持たれた相手に対して風釣りをかけています。もちろんこのままや技にすら入れないような状態なので、この持ってる引き手とこの釣り手をうまく使って入っていきます。で今釣り手こちらの位置があるんですけど、一瞬ですが持ち替えて片襟になります。でこの持ち替えた釣り手と自分の引き手をうまく使って相手と間合いを取ります。で一瞬ですが相手の腕がまっすぐになるので、肘がまっすぐになるので、こううまく使って入っていきます。大きい相手に対してこういうふうにこのような体勢になるケースがあると思います。肩に持ち替えて自分の腕使って間合いを取ります。で一瞬伸びたこの肘を、入るチャンスを見てここで入ります。どういった右手を持ち替えて肩に持ち替えて間合いを取ります。でここで入ります。
柔道を志す皆さんへ、僕は現役時代より今でもそうなんですが、かっこいい柔道を目指してます。なので皆さんも自分が思うかっこいい柔道を目指して頑張ってください。